ちゃめちゃ強い必殺技です。今でもね、いろんな映画とかでやっぱこう敵役として出てくるんですよ。え、お、すげえ、かっけえ。バンダイマニア、ガチャマトン、どうもガチョスです。元気もにもにもにちゃんです。今日はデータカード出す仮面ライダーバトルガンバライジングリリリミックス3弾を紹介します。いやー、早いですね、ついに3弾が、はい、そうなんですよ、はい、今日はですね、この前あのガチョスがフィスティースアニバーサリーセットを紹介してたと思うんですけど、その時に紹介してたフィスティースアニバーサリーレアダークエディションっていうのがリリリミックス3弾で本格登場するんですよ。おお。なので今日はフィフティースアニバーサリーレアとフィフティースアニバーサリーレアダークエディション、そしてシークレットカード紹介していきます。今日もたくさん喋ると思って水大量に下に置いてます。それでは早速やっていこう。バンマニ、はい、じゃあ早速、はい、ガチョスにカードを渡したいと思います。ありがとうございます。はい、じゃあ早速行きましょう。はい、おお、いいですね、今回も、じゃあまず1枚目、仮面ライダービルドラビットタンクフォーム。いや、かっけー。鋼のムーンサルト、はい、ラビットタンクということでね、登場しました。フィフティースアニバーサリーレアのデザインね、めちゃめちゃかっこよかったじゃないですか、今まで。そうだね。今回もですね、あのビルドの印象的なポージング、そして後ろにはビルドドライバーが描かれておりまして、ちゃんと50周年のロゴも入っています、はい、バーストすると、このボルテックフィニッシュ、1話で見た時角度出てくるみたいな、これが一番効率よくダメージを与えられる角度みたいなね、なってましたけど、今回こちらの仮面ライダービルド、はい、ラビットタンクフォームが登場します。これめっちゃ嬉しい、続いてフィフティスアニバーサリーレア2枚目はですね、はい、仮面ライダーブレイドです。僕ね、めちゃめちゃ見てましたね、ブレイド、子供の頃になんか友達と一緒に公園でこのブレードのおもちゃ使ってブレードごっこみたいなやってましたけど、トランプを使って戦うっていうのがすごい良かったんですよ。トランプって結構身近だしね、そうそうそう、だからもう持ってないラウズカードトランプで代用して遊ぶみたいなやってましたけど、ブレードが立ち姿で描かれていて、このブレイラウザーのね、このラウズカード展開した状態のものがデザインされて、後ろにはねちゃんとブレイバックルもあります。そしてバーストするとこんな感じになっていて、こちらがですね、ライトニングソニックなので、キック、サンダー、マッハ、3枚のラウズカードをスキャンして使う、めちゃめちゃ強い必殺技です。どのカードを使うかで、こうライダーキックの威力も変わってくるので、このね、カードの組み合わせが毎回ブレードは、すごいウキウキしながら見てましたね。当時の記憶がすごい、蘇ります。めっちゃかっこいいです。続いて、フィフティースアニバーサリーレア3枚目はですね、仮面ライダーブラックです。いや、ブラックはね、本当に超根強い人気のね、仮面ライダーなんですよ。そうだよね。しかも、だって2022年にブラックさん配信予定じゃん、はい。そうです。このタイミングめっちゃいいね。そうなんですよ。もう、だからまさに今ブラックが盛り上がってる時に、フィフティースアニバーサリーレアで仮面ライダーブラックが登場しましたので、これはね、ゲットしたいですね。僕あの、まさに今日行きの電車の中で、あの、ブラックとシャドウムーンのね、こうバトルを見てきたんですよ。仮面ライダーブラック、そしてブラック RX と、まあ物語続いていくんですけど、ブラックのね、最後でちょっとシャドウムーンとのバトル、まあまあまあ、これはモニちゃんもあの見てもらって、はい、こちらですね、ぜひともゲットしていただきたいカードとなっております。そしてバーストするとですね、仮面ライダーブラックもしっかりライダーキックのデザインがされております。やっぱね、フィフティースアニバーサリーレアは全部こう共通して必殺技がバースト面でも使えるようになっておりますので、表面で飾ってもいいし、裏面でも飾っていいデザインとなっております。バンマニ、次のカードはですね、さっきモニちゃんが言ったあの、はい、リリリミックス3弾から本格登場するフィフティースアニバーサリーレアダークエディションのカードを紹介したいと思います。今回リリリミックス3弾で収録される記念すべきダークエディションのカードはこちら、シャドウムーンです。いや、来ましたね。もうこの歩く音が聞こえますよ。カシッカシッカシッ。シャドウムーンはですね、ブラック放送終わってもめちゃめちゃ人気があって、そうだね、もう今でもね、いろんな映画とかでやっぱこう敵役として出てくるんですよ、今回このタイミングで、シャドウムーンがダークエディションに登場しました。あの、改めてフィフティースアニバーサリーレアダークエディションのデザインをちょっと見ていくんですが、まあ、かっこよくまずシャドウムーンがセンターに描かれていて、後ろの背景がフィフティースアニバーサリーレアのちょっと白っぽい背景だったと思うんだけど、はい、こっちはちょっとダークを連想させる紫とか黒っぽい感じの色味になっております。そしてちゃんと後ろにはね、こうベルトも描かれておりまして、基本的なデザインはフィフティースアニバーサリーレアと同じような感じになっているけど、一目でこれがあのダークエディションだって分かるようなデザインになっております。せっかくなのでね、ちょっとブラックと一緒に並べますか、フィフティースアニバーサリーレアの仮面ライダーブラックとフィフティースアニバーサリーレアダークエディションのシャドウムーンをね、
2枚こんな感じで並べてみました。いや、2つ揃うとまたかっこいいっすね。このキラキラ感とか伝わるかな。今回リリリミックス3弾でこちら2枚とも手に入りますので、ぜひ2枚ゲットしてたくさん使ってください。そしてまだまだあります。今回なんですけど、はい、カードゲットキャンペーンというものを開催します。おー、あー知ってますよ、はい、ゲームやっててさ、うん、ゲーム終わった後に、はい、なんか画面にこう出てくるんでね、うん、宝箱みたいなパカッて開いて、はい、なんかお店の人呼んでねみたいな出たら、うん、それ呼んでカードもらえるみたいな、はい、やつですね。なんと今回そのキャンペーンでゲットできるカードが、うん、50th Anniversary Rare Dark Edition となってます。どのカード？はい、こちらです。はい、ちょっとまだ見てません、はい、オープンザ手、バカ。おお今回カードゲットキャンペーンで手に入るカードはですね、仮面ライダーエボルブラックホールフォーム、かっけーブラックホール、ブラックホール、ブラックホールですよ。こちらですね、うん、仮面ライダービルドに登場するラスボスなんですけれども、はい、一番好きなんですよ、この悪役の中で。このね、エボルのね、この両手を開いて、もう余裕もありつつ、うん、絶対に負けないみたいなオーラが出てるんですよね、はい、そして後ろにはエボルドライバーがデザインされていて、さっきのシャドウムーンと同じように背景がね、このダークエディションの感じで黒とか紫っぽいデザインになっております。バーストするとね、こんな感じになっておりまして、エボルの特徴的な必殺技ブラックホールフィニッシュのね、ワンシーンがちゃんと再現されております。ちょっとこれもさっきのビルドとせっかくなら並べましょう。はい、2枚並べるとこんな感じになります。いやー、かっこいいですね、やっぱり、うん、50th Anniversary Rare とダークエディションのこの対比がいいですね。こちらもさっきのブラックとシャドウムーン同様、対のデザインになっておりますので、2枚並べて飾るとよりかっこよさが出ると思います。あー、だいぶ喋りましたねいや、まだシークレットカード紹介してないんですけど。そうでした、完全にもう終わったつもりでいましたよ。もうこれからバトルだって考えたけど、いや、今回のシークレットカードこちらです。ジョーカー&アンデッドです。おー、ジョーカーなんと、はい、フィフティースアニバーサリー団の時にさ、うん、ダグバが出てきて、そうだ、ね、ウルフ・オルフェノクとか、うんうん、あとハート・ロイ・メドとかもさ、はいはい、いろいろ出てきたじゃん。だからまあ今回もなんかあんのかなって思ったんだけど、ジョーカー・アンデッドはね、はい、僕めちゃめちゃ思い出ありますよこちらの仮面ライダーブレイドに登場したアンデッドなんですけど、僕はガンバライジングでもね、うん、前に超絶ボスバトルっていう、うん、めっちゃ強いボスと戦えるイベントがあって、ひたすらジョーカーとリアルで160回ぐらい。マジ？いや、めっちゃやった。すごい。そう、ベルトをゲットするために超戦ってたんですけど、そのジョーカーがまさか自分の手で使える日が来るんですね。カードよく見ると、なんか今までのカードと加工が違くて、うんうん、なんかこの金のさ、白の部分はもちろんなんだけど、そこ以外の部分も革っぽい感じの模様が入ってて、あー、かなんかね、ちょっと凹凸感が革っぽいかも。そうそうそう、カードデザインの色味も黒とよく見るとこう緑っぽくなってて、うん、ジョーカーの色味とすごいリンクしてます。するとね、こんな感じで躍動感のあるジョーカーサーベージフィニッシュのシーンが、うん、デザインされております。ジョーカーすごい生物感があってめちゃめちゃ好きなんですよ。動いてるところを自分の手で使えるのもマジでありがたい。はい、せっかくなので今回もブレードとジョーカー2枚並べてみました、はい、めちゃめちゃいいじゃんこの2枚。ブレードとジョーカーを見るだけでこの2人のね、なんか結末というか思い出してしまって、すごい切ない気持ちに今なってます。いやー、これもちょっと皆さん、さっきのビルドやブラックと同様に2枚ゲットしてたくさん遊んでいただきたいなと思います。ではですね、一通り紹介が終わったので、はい、ちょっとバトルに移っていきたいと思います、はい、で、私が 50th Anniversary Rare の3枚を使って、はい、ガチャスが 50th Anniversary Rare Dark Edition とシークレットレアを使ってバトルをしていきたいと思います、はい、悪役が今回勝たせていただきましたよ、はい、いやいや、正義は勝つ。普通にモニちゃんガチャス特攻あるんで、はい、マジで勝てないで、早速バトルしていきましょう。バンマニ、じゃあ早速戦っていきます。僕はですね、シャドウムーン、仮面ライダーエボル、ブラックホールフォーム、そしてジョーカーアンデと、この3枚で戦います。いやー、今回は悪役に勝たせてくれよ、モニちゃんはい、私は仮面ライダーブラック、そして仮面ライダーブレイド、そして仮面ライダービルド、ラビットタンクフォーム、これで正義は勝つところを見せてやりますよ。スペシャルカードスキャン、はい、じゃあ行きます。うわ、ジョーカーだ。やばいやばいわ、お兄ちゃん
めちゃめちゃいい演出が。すごい見たい。あ、そうだ、あ、ダークエディションもこんな感じになるんだ。え、お、すげえ、ダークエディション見たい。めちゃかっこいい。なんかね、ベルトが途中でバーンって切られた。え、かっけー。え、ってことはエボルモかな。レジェンドカードキャッチ。さあね、こうやって振り返ります。ってことはビルドまで行くのかな。うん、そろそろ。ああ、こんな感じ。エグゼイドビルド、おお、かっけえ。ジムを上がりボタンを押そう。オッケー、これでいきます。このチームでやばい。ダークエディションの演出がかっこよすぎる。マジ。うん、アルテチームのターン。うわー、カメラだ。モニーガチュス負けねえぞ。こちらカウンターのスキャンセル。あれ、同じやつだ。同じよしよし、負けねえ。あ、体力もなんか同じぐらいだね、ちょうどいい。お、パンチ引く。あ、やそばね。あ、よし。あ、だいたいいつもここで勝てない俺。いや、そうなんだよね。今日は最先いいぞ。いいぞいいぞ。チャンスだ。いや、ここどれくらい上がるんだろう。あ、あ、え、あ、そうそう、いけるか。よし、ちょっと早くなってる、気のせいかな。うん、ね、下げられてしまった。一旦目から必殺技使えるの初めて、もしかして俺。え、そうかも。ちょっとフォアシャドウムーンしようかな。悲しい。このシャドウパンチでいいね、いいね、順調順調。さあ、いくぜいくぜ。パンチパンチ。あっ、あ、トリプルじゃん、トリプルじゃん。来い来い。あ、でもちょっと待って、え、嘘でしょ。え、よし、なんと、これはどうしたもんじゃ。なんと揃った。よしよしよし。いいぞ。ダメダメ。めっちゃ上がってるよ。よしよし、あ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 、よしよし、あるぞあるぞ。よしよし、オッケー。ピー、あー、いけるかな。すげえいいぞ。やばい、ガチャスの波が来てるぞ。さあ、やだ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 。じゃあここはジョーカーでいきます。マートだぞ。強い気持ちで耐えてやる。気持ち、そう、気持ちで耐える。怖い。バンドブレイク、やだなー。エネルギーを耐えよう。これもバーストをこれ擦るのめちゃ下手なんだよ。いけ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 。やめてくれ。私も耐えようとした。いけない。あ、まだ減らないか。よしよしよし。あ、ちょっと思った。いいぞいいぞ。私が耐える。こっからだ、こっからこっからだぞ。スロットバトル1回くらい勝ちたいぞ。あ、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 ちょっと待って。おっとおっと、え、よし、君の勝ちだ。ちょっと、よしよし、君の勝ちだ。私もいいところ見せたいんですけど。いい調子だぞ。ダブルアタック。やめて。耐えろ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 。防御防御。めっちゃやってる。よし、あ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 、めっちゃ速い。ちょっとパーフェクトなのに。あ、これでバーストが溜まった。ちょっと、さあ、強い気持ちで耐えてやる。気持ちで、うん、いくぜ、エボル。君のバーサーバーサー、かっけー。
マジでかっこいいな。今回は悪が勝つんだよ。やめろやめろやめろ。よし大成功。耐える耐える。かっけえ。やったぜ。完膚なきまでにやった。何千分かの思いをやっと晴らしました。バンマリ、今日はデータカードダス仮面ライダーバトルガンバライジングリリリミックス3弾を紹介しました。やったぜ。ついになんか負けに慣れてないからちょっとショックが大きいんだけど、うん、それ俺毎回味わってたごめん、うん、いつも割り込んでガチダメージ受けた。今回ね、はい、僕はシークレットと、50th アニバーサリーレアダークエディション使いましたけど、はい、まずねジョーカーはもう言わずもがな、はい、めちゃめちゃかっこいいスキャン演出見れまして、この50th アニバーサリーレアダークエディションさ、はい、ベルトがさあの 50th アニバーサリーレアの時もブンブンブン出てくるじゃん、うん、でシャドウムーンだったらブラック、セイボールだったらビルドの、うん、あのベルトのところでシュパーンってこう切って、そっからねこの2体のベルトが出てくる。すごいかっこよくてめちゃめちゃねメモリアルなカードとなっておりますのでね、はい、もえちゃんが使ったカードと合わせてゲットしていただきたい、ね、本当に、うん、もえちゃんの方の演出1個も出してなかったからごめんなさい、本当に皆さん。それはねちょっとゲットしてから、ね、あの楽しんでいただきたいなと。お楽しみにしてください。はい、そして明日もガンバライジングの動画をお届けします。楽しみにしててください、はい、あれまだ紹介してないカードあったっけ。ありますあります。レジェンドレアカードとそしてキャンペーンカードの紹介になってますよ。ました、そうでした、はい、ありましたね。明日も楽しみにしててください、はい、データカードラス仮面ライダーバトルガンバライジングリリリミックス3弾は全国のアミューズメント施設などで明日から稼働開始となります。ぜひ皆さん遊んでください。そして、さっきも言いましたがこの仮面ライダーエボルブラックホールフォームがゲットできるカードゲットキャンペーンも同じく明日から開始となりますので、ぜひね皆さんたくさん遊んでこちらのカードをゲットしてください。テレビシリーズ仮面ライダーリバイスはテレビ朝日系にて毎週日曜午前9時から放送中。ガンバライジングが気になったら概要欄をチェック、高評価とチャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ、チャオー。